皆さん、いよいよ夏銀の季節がやってまいりました。3月になりましたが、いよいよシーズンインという感じですよ。そこで早速撮ってきた1枚がこちらでございます。今回はご挨拶程度ということで、きっとズームを使ってパシャッと1枚気軽にという感じではあるんですが、それでもそこそこ映ってくれるんですよね。こちらはすでにツイッターブログ等でアップしたものになるんですけど、ともかく夏の天の川、いわゆる夏銀は濃くていいですね。肉眼でもはっきり映りますし、短時間の露光でも割と簡単に映すことができてしまいます。冬はそういうわけにはいきませんから、もっと明るくてお高いレンズを使ってもこんな感じ、ギリギリ見えるかな見えないかなくらいの感じになっちゃうので、もちろん冬は冬で良いところはあるんですが、難易度は跳ね上がってしまいますからね。さて、この夏銀なんですけど、今まで、何度も何度も撮ってきたわけですよ。もうここ数年間ですね、機材の方は取っ換え引っ換えしておりますが、この時期になるとだいたい換算焦点距離 24mm ぐらいのレンズをガチャッと取り付けて、よし撮りに行こうとなっちゃうわけですね。で、せっかくですね、いろいろと今まで撮ってきた、データが溜まっているので、その写り比較、例えばキットズームと、それから少しステップアップしたもの、さらには単焦点とか、そしてセンサーサイズも一番小さいものでは1インチから、フルサイズまでいろんなフォーマットを使ってきたんですけど、果たして一体どれぐらい写りが違うのだろうと、過去の振り返りも兼ねながらですね、その比較等を今日はやっていきたいかなと思っております。それではよろしくお願いいたします。さて、今回改めて一堂に集めて比較するにあたって次のようなことを気をつけました。まず、どれも同じような空レベルの写真をピックアップしております。基本的に3月から4月に撮影することが多くて、だいたい毎年場所も決まっていますから、あまり変わり映えがしないといえばそうなんですけど、ただし比較という点では空がだいたい同じレベルになるので、その点では良いかなと思います。しかしながら、この時期はどうしても黄砂や PM2.5 の影響が顕著に出てしまいますので、完全に統一にはなっていないかもしれないという点についてはご了承ください。次に現像時の注意点なんですけど、再現できるような方法で現像しております。例えば、トーンカーブとかを使うと、もっともっと天の川をあぶり出したりすることもできるんですけど、再現性があれはあまりないので、今回は現像時に少しパラメーターをいじる、さらにはレベル補正コマンドを使って、もうマスクとかも使わずにですね、平均レベルを65程度になるように固定しております。ちなみに ISO はどれも常用内で撮影しております。これについて一言なんですけど、拡張でなければ低い ISO で撮って後から持ち上げる、一方で高い ISO で最初から撮影する、これ夏銀の場合はですね、あまり変わらないかなという感じがいたします。結局低いところから持ち上げるとノイズも同時に上がってきて、高い ISO で撮ったものと、あまり変わらないという感じですね。そしてすべて三脚固定でワンショットで撮ったものになります。つまりセクウォーターでコンポジットしたり、あるいは赤道儀で追尾撮影したりということは行っておりません。ただし露光時間は若干違うので、その点についてはご了承ください。そしてこの動画についてなんですが、可能であれば 4K でアップロードしようと思っております。4K でより高解像で、ご覧いただくこともできますので、環境がある方はそちらでご覧ください。さて、それではつらつらと見ていきましょう。こちらは再掲載になるのですが、先ほどと違う点は画像処理、より簡潔にレベル補正のみで済ませました。
天の川は引っ込んでしまったかなと思いますが、それでもはっきりと姿はわかりますね。キットズームという点では、こちらもほぼ同クラスのレンズを使っているんですが、キヤノンの EOS M、そして1545の 15mmF3.5 ワイド側で撮影しております。露光時間は15秒。大きく違うのはソフトンスペック A というソフトフォーカスフィルターを使っているところです。一番最初に成形写真撮り始めた頃のものなんですけど、そして天体写真を始めようシリーズでよく扱ったものなんですが、改めて見てみると、あ、ソフト効果ってこれぐらいあった方がいいなと思っちゃいますね。さすがにノイジーなところはありまして、どうしてもレンズの F 値が暗いから、そして周辺はかなりノイズが浮いてきてるなというところはありますけど、仕方のない部分かなと思います。そしてなんですけど、キヤノンのカメラはですね、若干コントラストが全体的に高めに映るなという印象ですね。それは次のもそうなんですけど、だいぶ古いカメラ、本当にもう20年ぐらい前になっちゃうんですけど、 EOS 20DA、 そして SIGMA の 17-50mm ワイド端の 17mmF2.8 で撮った1枚です。露光時間は10秒です。レンズの方はステップアップ、そしてカメラはだいぶ古く、しかし天体モデルを使っているというところです。昔のカメラだからね、だいぶ島上のノイズとかが見えてきてしまうんですけど、それでもキヤノンって結構コントラスト、天の川の部分のコントラスト高くなるなという印象ですね。ちなみにこれ確か同日だったと思うんですけど、ネオ一眼で撮影した一枚がこちらでございます。ソニーの RX10M4、 これもそろそろ新型が出るんじゃないかと言われているんですが、そのワイド端換算 24mmF2.4 で撮った一枚です。露光時間は13秒となっています。センサーサイズは小さくなった。 20DA は APS-C に対してこれ1インチなんですけど、それでもセンサーがより新しくなったおかげか、ノイズは全体的に少なくなってますね。センサーサイズは小さくなっても新しいカメラの方が良い場合があるという例なのではないかなと思います。もっともだいたい2010年前後ぐらいで大きく変わってくるので、で 20DA ってだいぶ前のカメラになってくるんでね、確か2005年ぐらい、そこの差はどうしても出てしまうのかなというところです。さて、古いといえばですね、オールドレンズで撮影したものがあるんですけど、それがこちらです。カメラはニコン D810A、泣く子も黙る天体専用カメラではあるんですが、レンズがですね、ニッコール 24-50mm という、かなり古い広角ズームレンズでございます。24mmF4 で8秒間露光したんですけど、さすがに周辺の方はだいぶ苦しくなってきますね。それでもやはりカメラの力があるのか、特に中心部に関してはちゃんと夏銀が見えているかなというところです。そしてこのレンズの部分を取っ替えて、より新しいデジタル時代のものを使ったのがこちらでございます。タムロンの 17-35mm、 そして露光時間は10秒です。天の川の写りはね、そんなに変わらないんですよ。どっちもほぼ同じぐらいかなというところではあるんですが、しかしながら全体で見たときに、明らかにこちらの方が星がすっきりと描写されていて見やすいなという感覚は確かにありますね。星がシャープすぎて星座の形とかは確かに分かりにくいんですが、そこはソフトフォーカスフィルターの力を借りればよりよく見せることもできるのではないかなと思います。ただしこちらは明るい惑星が入ってますから、にじませちゃうとその影響があまりに強くなっちゃうかもしれない。それで確か当時嫌ったのかなと記憶しております。でもレンズを変えると明らかに見やすくなったというところはですね、確かにありました。
さて、次は今までずっとズームレンズを使っていたんですけど、単焦点。単焦点ということは、より性能が上がったり、あるいは明るくすることができたりと、まあ、メリットがいくつかあるんですけど、まあ、それで撮影した写真をいくつか紹介させていただきます。まずはこちらなんですが、富士フィルム XT30、 そして富士の 16mmF2.8 13秒間録音したものです。まあ、本題とはちょっと関係ないんですけど、まあ、この XT30 の時はね、なんかいろいろインスピレーションが湧いてたなという感じですね。場所はいつもと同じようなところでも少し足を動かしてみようとか、そういう気分にさせてくれていたなという感じです。それはともかく、こちらは桜が咲いているから3月終わりから4月頭にかけてだと思うんですが、この時期よりも少し天の川の高度が上がるので、まあ、それで若干写りは良くなっているというところはあるんですけど、それを差し引いてもね、富士のカメラも若干キャノンと同様、天の川のコントラストは上がりやすいかなと感じております。 16mmF2.8 だからズームレンズと比べてもそこまで極端に明るくなったというわけではないですから。さて、こちらが最後になるんですけど、ソニーの NEX5R という古いカメラと、そしてシグマの 16mmF1.4 ですね。今までのどのレンズよりも明るいものを使ったんですけど、レンズ明るくなった割にはですね、そこまで天の川自体はこう目立つようになったっていう感じはないですね。もちろんもっともっと処理がしやすくなった、トーンカーブとか当てた時ノイズが浮かびにくくなったっていうメリットはあるかもしれませんが、なんかこうやって一挙に比べて並べてみると F1.4 だからという威力は思ったほどないのかなと感じちゃった部分も確かにありました。もちろん暗いよりは明るい方がいいんですけど、その段数分の効果といいますか、まあ、そこのところは感じなかったなというのが、まあ、今回の正直な感想でございます。まあ、カメラがだいぶ古いからっていうのもあるかもしれませんが、でももう NX5R ぐらいだったらね、まあ、最初の EOS20DA のような、まあ、そこまで古いものではないですからね。はい、ということで本日は夏銀の到来ということで、今まで何度も何度も撮影に出かけてきましたが、換算 24mm ですね、これで撮った写真を今一度集めて、で大体現像パラメータを同じにして比較してみました。そして、まあ、自分が感じたこととしてはですね、富士のセットの写りが結構改めて見てみると良かったなということ、そして案外ときっとズームもいけるかなという感覚ですね。そしてソフト効果は欲しいところ、星を少しにじませないと星座の存在感とかがあまり出てこないので、このソフト効果っていうのはやっぱりあるといいなと感じました。まあ、最近はですね、スタリーナイトプラスソフトとか、まあ、そういう商品がトレンドになってくるみたいなんですけど、あ、確かに求められる理由っていうのはちょっと分かったかなという感じです。まあ、これを踏まえてですね、今年はどうしようかなと今もいろいろと計画しているところなんですけど、まあ、皆さんもですね、ぜひ何かのご参考にいただけると幸いでございます。それでは今日は動画をこれくらいで終わります。ここまでご視聴くださった方ありがとうございました。失礼します。さようなら。